こんにちは。本日もですね、ご視聴ありがとうございます。今日ですね、社会復帰をしてからですね、3ヶ月間ぐらい、経過しましたので、無職期間を経てですね、3ヶ月間働いた、感想をですね、お話できたらなというふうに思います。これから、社会復帰をする方とかですね、今無職の方とかのですね、参考になればなというふうに思っています。ですね、僕はですね、昨年の4月の末に1年半勤めた介護の仕事をですね、退職しました。その理由が人間関係のですね、トラブルというか、で、辞めました。はい。で、そこからですね、10ヶ月間ぐらい無職期間がありました。で、その中で、3ヶ月間、職業訓練校にですね、通って、今はですね、パソコン関連のお仕事をですね、3月からしております。で、雇用形態はアルバイトですね。アルバイトで、だいたい週3日から4日ぐらい働いています。それではね、行きたいと思いますけども、まず一つ目ですね。無職期間がですね、長くても、働き始めると、すぐにですね、仕事モードになるということですね。はい。これ僕も結構びっくりしたんですけども、10ヶ月ぐらいですね、働いてないけど大丈夫かなと思ったんですけども、働き始めるとですね、やっぱ覚えることもありますし、忙しいですから、すぐにですね、仕事モードになりました。はい。一週間ぐらいしたらですね、本当に、もうかなりね、仕事モードになってました。なので、そこら辺のですね、心配はあんまりいらないかなというふうに思いますね。なので、まずは飛び込んでみるってことがですね、してみてよかったなと思います。パソコン関連の仕事なんて僕初めて、やってみたんですけども、恥かきながらですね、でもですね、今は、入ってみて本当によかったなと思ってます。なので、まず飛び込んでみるってことがですね、すごく大事かなというふうに思いました。はい。で、二つ目はですね、悩みとか不安っていうのはなくならないんですけども、悩みや不安の質がどんどん変わっていくってことがですね、わかりました。僕は結構ね、うじうじ考えたり、ちょっと不安に思うことが結構あるタイプなんですけども、もちろん無職の時もですね、不安とかありました。はい。無職の時に、この先どうしようとかいう不安はですね、仕事始めたらそれはなくなりました。はい。なんですけども、今度はやっぱ仕事をしていく上での、悩みとか不安が生まれてくるわけですよ。なので、悩みとか不安はなくならないんですけども、質がどんどん変わってくるんだなってことがですね、わかりました。悩みや不安と、自分がですね、しっかりこう、向き合うというかですね、寄り添って、いこうというふうに思いました。人なんでミスはするし、悩みとか不安なんかありますので、それとね、しっかりね、寄り添っていこうというふうにですね、思いました。で、三つ目はですね、やっぱりこう仕事はですね、誰とするかが大事だなというふうにですね、改めて思いました。前職、介護の仕事をですね、やってましたと言いましたけども、その中でね、仕事自体はね、僕は好きだったです。介護の仕事好きだったです。お年寄りも好きですし、お年寄りと話すのもね、すごく好きだったんですけども、本当にね、その職場の中で会わない方がね、いらっしゃったんですよ。本当に会わなくてね、本当にね、それで僕は適応障害っていうふうになっちゃったんですけども、それでやめました。はい。今の職場どうかって言いますと、本当にね、働いてる方たちがですね、優しいんですよ。で、皆さんいい方なので、ものすごくね、仕事がしやすいです。本当にですね、そこはね、やっぱり誰と仕事するか大事だなというふうに思いました。で、仕事内容的にはですね、介護の仕事よりも今の方がね、結構頭使ったりするんで、難しいんですけども、ただ、職場の人がね、すごくいい方たちばかりなので、すごく仕事がしやすいです。介護の時はですね、もう仕事に行く前に呼吸がね、荒くなったりしてたんですけども、今はそういうことなくですね、穏やかに、過ごしていますですね。なので、僕はこのね、3つですね、これからもですね、長く、お仕事ができるようにですね、頑張っていきます。最後にですね、僕が思ってるのは、今はね、アルバイトでもいいなというふうに思ってます。本当にブラックな、普通にですね、正社員をやるよりかは、もう環境のいいところで、アルバイトでですね、仕事をできるんだったら、もうそれだけでも幸せだなというふうに僕は思ってます。はい。僕は今、アルバイトだけですけども、アルバイトしながらですね、自分で、今思ってるのは、動画編集の仕事をですね、自分でできるぐらいに、これからですね、スキルをですね、身につけていこうというふうに思います。それは今のアルバイトとは別にですね、自分で、それはですね、これから勉強していこうというふうに思ってますので、そういうふうにこうダブルワークで、できていけばいいかなというふうに思っています。本当今日の話がですね、参考になればなというふうにね、思います。もし、この動画がですね、いいなというふうに思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
それではですね、本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。